こんにちは。ラブリータウン生駒の時間です。この番組は生駒市で行われた催しやトピックスなどをお伝えする生駒市の広報番組です。毎月1日と15日の2回更新して、さまざまな情報をお届けしています。それでは今回の内容をご紹介します。今回は12月24日に行われたクリスマスキャンプの様子と、12月25日に開催された避難場所看板の贈呈式と除幕式の模様をお送りします。そして生駒市文化財保護審議会会長の今木義則さんの案内でお送りしている生駒歴史探訪、今回は大和でも有数の共同墓地越山郷墓を訪ねました。では初めの話題です。12月24日25日の2日間生駒山麓公園でクリスマスキャンプが行われ、参加した子どもたちはケーキ作りやクラフト体験などを楽しみました。初日午後から行われたのは廃油を使ったエコキャンドル作り。指導は生駒山麓公園野外活動センターのコーディネーター大浦拓也さん。はじめにお気に入りの石を拾い絵を描きます。クリスマスにちなんでツリーの絵を描いたり、石の形を利用して動物の絵を描いたりしていました。続いてキャンドルの元になる廃油を温め、凝固剤を入れてよく混ぜます。そして瓶の中に絵を描いた石とアロマオイルを入れ、温めた廃油を流し入れます。このあと爪楊枝とティッシュペーパーで作ったキャンドルの芯を入れれば固まるのを待つだけ。家庭でいらなくなったものと自然のものとを使ってできるとても簡単なエコキャンドルが完成しました。そして夜、食事が終わるといよいよクリスマスパーティーの時間です。子どもたちは大きな輪になって昼間に作ったクッキーケーキをいただきます。カラフルなチョコレートがとても可愛いケーキを頬張る子どもたちからはたくさんの笑顔がこぼれていました。また途中、サンタクロースの登場に子どもたちは大盛り上がり。サンタクロースから子どもたちにプレゼントが手渡されました。パーティーのクライマックスはオリジナルのキャンドルに明かりを灯します。隣の友達のキャンドルから炎を分けてもらい、順に炎をつないでいきます。みんなのキャンドルに明かりが行き渡ると、あったかい、きれいという声が上がっていました。子どもたちに話を聞きました。石をこう入れてこう自分の名前とか書いたところがこう下に映ったりこうよく見えたのでよかったと思います。なんか綺麗にできて、後ろにこう四つ葉の絵が見えてるから可愛くできて嬉しいです。石塗るのが大変やったし、あれこのろうを入れるのもあれ結構難しかった。このクリスマスキャンプには定員を大幅に上回る121人の応募があったそうです。参加者の中にはこの日のために一人で頭を洗う練習をしてきたという子どももいたそうです。子どもたちにとってはこれまでとは一味も二味も違ったクリスマスを過ごすことができたのではないでしょうか。では続いての話題です。12月25日、中央公民館で避難場所看板の贈呈式と除幕式が行われました。
避難場所看板の設置にあたり、設置費用の一部についてこれまでに5つの団体・企業から寄付の申し出があり、この日は国際ソロプジミスト奈良生駒の会長宮本茂子さんとメンバー3名が出席されました。贈呈式では宮本会長が、災害が起こったとき暗いところで避難場所を探すのは大変なことだと思います、災害の予防に少しでも役立ててもらえれば嬉しいですと挨拶されました。続いて中央公民館の正面玄関横で除幕式が行われました。それではすみません、どうぞ。今回設置された看板には、日中に紫外線を吸収し暗闇で長時間光を放つことのできる蓄光材が使用されており、もし夜間に災害が発生した場合でもいち早く避難場所を見つけることができます。この看板は中央公民館のほか、1月末までに市内の小中学校や公民館など全36箇所の避難場所に設置される予定です。看板の設置には5つの団体・企業からの寄付のほか、多くの市民からのふるさと生駒応援寄付金の一部も使用させていただきました。いつ起きるかわからない災害に備えて、改めて自分が避難する場所の確認をお願いします。